本太夫を襲名いたします。竹本つくま太夫さんからご挨拶を申し上げます。つくまさん、お願いいたします。すみません、着席のまま失礼いたします。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。この度、某氏四代目竹本津田雄氏の33回忌にあたり、文楽座諸師匠先輩方のお許しを得まして、また公益財団法人文楽協会並びに独立行政法人日本芸術文化振興会のご支援、さらに皆様のご贔屓の皆様方のご厚情をもちまして、竹本志功太夫を名乗らせていただきます。どうぞ今後ともよろしくお引き立て、ご仕事のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは、質疑応答の方に移らせていただきたいと思います。ご質問がおありの方は、その場で挙手をお願いいたします。マイクを回します。マイクが回りましたら、社名とお名前をおっしゃってご質問の方をお願いいたします。それではどうぞ挙手の方お願いします。お願いします。日経新聞の大国です。この度おめでとうございます。5代目志功太夫を襲名することになった経緯をお教えいただけますでしょうか。はい、私ども文楽の世界というのは入門いたしますと、みんな名前、幼名と申しますか、角子であったり若子太夫であったり、もう将来名前を立場が上がり芸が大きくなるにつれ名前をどんどん変えていくというのが、いわゆる私ども入った時常識として心得ておりました。私も、もう今年で70になってしまいまして、それまで何回かそういうことを考えたこともありますけれども、とうとう時期を逸して、先ほども申しましたように師匠の33回忌、これでもうこれを逃すとチャンスはないだろうなということで、思い切って名前を変えさせていただくという、この志功太夫という立派な名前を頂戴することになりましたので、非常に喜んで、これからもっとこの名前を大きく立派なものにして、将来にもつながるような名前にして後に残したいなというふうに思っております。志功太夫というお名前は師匠でいらっしゃる津田夫さんに何かゆかりのお名前とかそういうことなんですか。志功太夫というのはさっきレコードでもありましたですけども、6代目の幹事師匠がレコード入れる時、志功太夫段六という、その当時愛染線のような感じでお付き合いしてらして、非常に仲が良かったということで、志功太夫師匠が亡くなられる時に幹事師匠の方に私の名前を預かって、いずれ世に出してほしいというふうな言い残されたというふうに伺っております。私の手ほどきの師匠が6代目の幹事師匠でございますので、私稽古に行くと稽古終わって、稽古の時は怖いですけども、稽古終わられるとニコニコしながら、志功太夫だな、いてな、本当に面白いやつやって、時代物よし、艶物よし、世話物よし、チャリバよしというふうに本当に嬉しそうに語っておられまして、いずれどうしてもこの名前を世に出してほしいんだけどなということをいつもおっしゃってまして、またその息子さん7代目の幹事長、私ずっと弾いていただいておりましたけども、その方も親父も言うてた、私も子供の頃よう聞いててな、本当にもう芯から浄瑠璃の楽しさというのを感じて、本当に世に出したいんやね、世に出してあげたいねんというふうなことをいつもおっしゃってまして、
まあ、縁がございまして、この名前を上地師匠のご遺族ご夫人からいただくことができまして、非常に喜んでおりまして、またご家族の方も本当に、ああ嬉しいわ、お父ちゃんも喜んではるわっつって、本当に嬉しそうに言っていただきました。ありがたいことでございます。よろしいでしょうか。他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。他にご質問のある方どうぞ。すみません、ライターの坂東と申します。襲名披露演目にこの曲を選ばれたっていう、どういう思いで選ばれたのかっていうのをちょっとお話しいただければと思うんですが、七代目の幹事長と随分長いこと舞台務めさせていただきましたけれども、石段やること大体半段とかいうのが多くて、一段をやらせていただいたのは野崎とか、この土砂の証言館の段とかいうのが印象に残っておりまして、まあ内容も名前のことに関わる作品でありますし、またおめでたい結末にもなるものでございますので、幹事長に稽古していただいたのがまだ耳に残っておりますので、この大演目、まあ劇場の方からもこういうタイプのものがありますよってその中にも入っておりましたんで、もうこれをさせていただきたいなとお願いした次第でございます。よろしいでしょうか。他にご質問のある方お願いしますか。マイク。NHK の田辺と申します。この度はおめでとうございます。先代は世話物を、まあ、得意とされて、まあ、何でも得意即興でやってらっしゃったところですけども、6代目を襲名されるにあたり、その錣太夫さんとしてその力を入れていかれたいような分野ですとか、心意気込みを改めて聞かせていただけますでしょうか。まあ、おのずと自分の器というものがございますんで、いろんなことを背伸びするとまた歪んできたりしますので、分に応った身だけに合った出し物というのを劇場さんの方からも提案していただきますでしょうし、私の方も、まあ、基本あらゆる分野で秀でてなければいけないというのは当然でございますけれども、その中で自分の持ち分が活かせる場面を探りながら、いただいた役をどん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 膨らまして、まあ、先代のように自由奔放に60分の浄瑠璃を40分にも1時間にもできるような技量はまだ到底そんな技術はございません、技量はございませんけれども、まあ、そういう世界でそういう自由な表現ができる自分の器を広げていきたいなと思っています。他にご質問のある方おいでになりますか。はい、錣太夫さんのこう SP レコルトを聞きになって、まあ、こういう部分が錣太夫さんとしていいなとかですね、こういう部分が魅力的だなと思われるようなところ、どんなところがございますでしょうか。浄瑠璃の枠、浄瑠璃というものの枠にとらわれない広がりっていうのを感じますね。もう自由奔放、とにかく浄瑠璃はこんな、義太夫っていうのはこんなに楽しいもんだというところが実によくストレートに感じられる。もう芸術であるとかということを超えた、もうお客様を楽しませるという意識がすごく大きい方だと思います。はい、そういうところは非常に今後の
議題を、まあ、私個人的な意見かもしれないですけども、そういうところがあのお客様に浄瑠璃の楽しさ、浄瑠璃の奥深さ、浄瑠璃の世界の広がり、こういうのをストレートにあの表現してお客様に伝えられるとことができれば、もうね、残されたあとどんだけ未来を語れるか分かりませんけど、そういうところも目指していくべきだと思っております。他にご質問ございますでしょうか。他にご質問がなければ、ここで写真撮影の時間に移らせていただきたいと存じます。